ーニングユーズイッツ。ソーシャルメディアをビジネスに活用したいあなたのための最新海外ソーシャルメディア事例を加藤正夫が毎朝お届けしちゃいます。 Here we go。 皆さんおはようございます。モーニングユーズイッツ、今日は2011年3月1日の火曜日、第97回目のモーニングユーズイッツです。動画だけを見られている方は、ユージットあなたが主役、または素敵に儲けるユージットで検索してみてください。Facebook ページ、またはアメーバブログを見ていただくことができるようになっております。特に Facebook ページ、ユージットあなたが主役では、皆さんのコメントで、ワイワイ一回一回盛り上がっております。ぜひ、皆さんも、参加していただいて、ワイワイ、皆さんも、学んでいきましょう。ソーシャルメディアコンサルティングにやっております。ご興味のあられる方は、加藤@8円.jp までお問い合わせください。それではですね、今日お届けしたいのが、クラウドフォービジネス、A useful metrics, but an incomplete view of your customer というですね、ここの写真に載っているジェレマイア・オーヤンさんですね。ジェレマイア、まあ、これ聖書の中に出てくる人物ですけれども、まあ、見る限り中国系の方の、まあ、クリスチャンの家庭に育ったような感じのする人ですね。それはともかく、まあ、クラウトというですね、皆さんご存知かと思うんですけれども、まあ、ソーシャルメディアの中での影響力、特にまあ、Twitter、Facebook ですね、の中での影響力を測定していくための、まあ、影響力だけではなくて、その人の果たしている役割とか、そういったものを表していく、計測をしていくサービスなんですけれども、このクラウドというですね、サービス、これは非常に使える、まあ、ユースフルメトリック、まあ、使える指標だと、まあ、いうふうに彼は言っているわけなんですけれども、ところが、incomplete view of your customer ということは、あなたの顧客を理解していく上で、不完全な、まあ、観点であるというふうに彼は言いたいですね。まあ、きっとこの背景には、どうしてもソーシャルメディアにつきものかもしれませんけど、どうしてもやっぱりソーシャルメディアというぼやっといろいろどう考えていいかいいものを数値化したいという欲求は非常に強くあるので、おそらくクラウドっていうものが出てきたことをきっかけに、まあこれをですね、いろんな、まあ、割引に使ったりとかいろんな動きが出てるので、ちょっと単純にそれだけを、まあ、信じて使っていくのはどうかと思うよってことは彼が言いたいことみたいなんですよね。はい。これ、ウェブストラテジーというジェレマイア・オーヤンさん。もう、私がもう、よくもうチェックしているサイトの一つなんですけれども、これですね、クラウドフォービジネス、ユースメトリックがインコンプリートビューオブヨーカスタマーというところで、まあ、ここにもすでに書いてあります。スペシャルトリートメントオブセレクトカスタマー isn't anything new というところで、まあ、もう選ばれたカスタマーに対してですね、スペシャルトリートメントをする、スペシャルな扱いをするということは、もう何も新しいことではないということなんですけれども、まあ、ここですね。Business are relying on easy to understand cloud for finding and prioritizing the elite ということで、まあ、ビジネスとしてはですね、もう分かりやすいこのクラウドですね、数値化されるわけです。あなたは何十ポイント、何十何ポイントということで、数値化されるこのクラウドに、まあ、エリートというふうに書いてありますけれども、その選ばれた、まあ、スペシャルトリートメントをすべき、カスタマーですね。そこを見つけ出し、それから、優先受けをしていくっていうことに対して、まあ、もう分かりやすいクラウドについつい頼ってしまいがちだということが書いてあります。ところがですね、彼は言っているんですね。Relying on a single metric is dangerous というところで、まあ、とにかく一つの指標に頼っていくのは、まあ、危険だというふうに彼は言っているわけなんですね。まあ、これ、ケネス・コールっていうですね、これ、まあ、多分、この方の同僚の方みたいなんですけれども、まあ、結局ですね、ちょっとクラウドの上がり方がちょっとおかしい事例をここでは挙げてたりするんですけれども、まあ、なので、まあ、必ずしもですね、ここ一つの、クラウドばかりを信じるわけにはいかないよっていうことの彼の論拠の一つになってるんですけれども、とにかくですね、While useful, cloud offers significant insufficiencies。まあ、つまり、クラウドっていうのは使えるけれども、まあ、これだけ以下に上げるような不十分さがあるっていうことを認識した上で、ビジネスに使っていきましょうねっていうことなんですけれども、
まあ、alienating your mainstream customers in desire to serve influencers というところで、まあ、まあ、もともとのですね、本当に主要なお客様、デザイアを持っているお客様を、しっかりとそのインフルエンシャル、その影響力を持たせるっていうところが非常に重要な部分だっていうことなんですね。まあ、その、やっぱりもともとの、この人のクラウドスコアが高い低いに関わらず、そのもともとの、やっぱりご愛顧していただいているお客様を大切にするっていうことですね。その方をやっぱりインフルエンサーとして使っていくってことを無視すると、あの人クラウドスコア高いからちょっとこうね、使ったれみたいな。そんなことでは、やっぱりソーシャルメディアで大事な信頼信用という部分が全部崩れていってしまってですね。非常に良くないというところなんですね。それから二つ目は、consumers will game the system reducing validity of metric というところで、まあ、これがどうしてもこのシステム、こういうものがあるとですね、ゲーム理論が働いてしまうので、もうその指標としての、その、なんていうんですかね、その持ってるべき豊かないろんな多様性みたいなところを失ってしまって、要はもうクラウドをスコアをとにかく上げると、上げまくって上げまくってっていうようなところに走るカスタマーもいるので、全然こういう形では機能しませんよとですね。で、クラウド is not representative of customer real influence というところで、クラウドはカスタマーが持っている本当の影響力、そこのを代表しているわけではないよということです。まあ、ソーシャルメディアの、ね、影響力っていうところは立派に表してるんですけども、この本当の影響力という部分ですね、数値化され、にくいクラウドでも実際にまだ数値化できてない本当のインフルエンスというものが何なのかということについて、まあ私も随時いろいろこれによって考えさせられてしまうわけですけど。だから、without sentiment of the influence, the gauge is incomplete というところで、センティメントっていうのはですね、例えばポジティブ、ネガティブっていうような、その人のものに対する、発信だとかものに対する、まあいい評価、悪い評価っていうそのセンティメント、ポジティブ、ネガティブの部分をしっかりと計測できてないというところなので、もちろんこのクラウドというスコアは不十分だと言いたいですね。Relying on this single metric alone is dangerous. もうとにかくこの一つだけに頼ってしまう。この指標だけに頼ってしまうのは危険だということです。まあ、先ほどの事例にもあったようにですね、急にクラウドスコアが上がってしまったりというものがあるんですけど、やっぱりどうしてもテクノロジーの段階で、人間の指標ではなくて数値化しておりますので、不十分な部分があるのは、くれぐれも分かった上で使っていきましょうということですね。Influence is not a gauge of true buying potential というところで、この影響力、クラウドスコアが示しているような影響力というのは、必ずしも本当のその buying potential、買ってくれる可能性があるというところのゲージではないということ、そこを分かった上で、本当にクラウドというものを使って、べきもしくはクラウドに頼らないっていうところが重要ですよってことがこのジェレマイアさんが言いたいことなんですね。本当にですね、彼の出している、まあもうすでにソーシャルメディアに詳しい方にはもう知られてると思うんですけれども、ジェレマイアさん、おすすめです。すごく本質をついた情報発信をされているので、私は本当にいつかできれば今年中に会いたいなと思っているので、きっと思っていれば実現するでしょう。ということで、今日もユージットを見てくださって本当にありがとうございます。それでは、明日からモーニングユージットもお楽しみに。Stay tuned! バイバイ!